エーニオサウルスは、北西モンタナの上部の白亜紀甘パ板海の地層を形成する、トゥーメディシン類層で発見された中型の角竜類である。俗名は、水牛トカゲ、そして種小名は、前に曲がった角を意味する。この恐竜は、トゥーメディシン類層の上部、約7500万年前の地層で発見された一体分の標本から記載されている。 エーニオサウルスの発見は、モンタナ州に限られ、その基地の標本はすべて、モンタナのボーズマンにある、ロッキー博物館で現在保持されている。世代の異なる、少なくとも15体の個体が発見されており、その他に、3体の生体の頭骨及び、2通りの低い、主観的な異が見られる、ボーンベッドからの何百もの他の骨格によって知られる。 それらは1985年にジャック・ホーナーによって発見され、ロッキー博物館フィールド調査員によって1985から1989年に発掘された。これらのボーンベッドは新種のスティラコサウルスを含むと思われ、レイ・ロジャーズによって包括的な化石生成の研究に利用されている。1995年にはスコット・サンプソンが 同じくこの地域のボーンベッドから発見されたアケローサウルスホルネリーと同様にイープロクルビコルニスについて形式的に記載した。エーニオサウルスの典型的な描写は線抜きに似た低く著しく前方に曲がる美覚を備えた姿である。しかし、これは単に何体かの生態に生じたある種の奇形という可能性がある。 トリケラトプスのような種類が、顕著に発達したウエガン価格を備えるのに対し、エイニオサウルスの場合、それは低く丸く描かれる。一体の大きなスパイクが、比較的小さなフリルから後ろに突き出る。多様性の低い、あるいは単一の種で構成される、ボーンベッドは、壊滅的な干ばつか洪水によって死んだ群れを表すと言われる。これは、 パキリノサウルス及びセントロサウルスのような他のセントロサウルス類の角竜と同様にエーニオサウルスも行動において原生のバイソンあるいはヌーに似て群居する動物だったという証拠である。対照的にトリケラトプスやトロサウルスのようなカスモサウルス類は生ン化石や骨化石の発見状況から ちょうどサイのように一生の大半を単独で過ごしていたと言えるかもしれない。エーニオサウルスは草食恐竜で長さ6メートルまで成長した。すべてのケラトプス類のように複雑なデンタルバッテリーで最も硬い植物さえ処理することができた。同時期の恐竜は長脚類のオロドロメウスやハドロサウルス、ヒパクロサウルス、マイアサウラ、プロサウロロフスなど、 極竜類では、エドモントニアやエウオプロケファルス、そして獣脚類には、ティラノサウルス科のダスプレトサウルス、より小さなバンビラプトル、キロステノテス、ステノニコサウルス、そしてアビサウルス。また、ツノ竜類のブラキケラトプスや、アケローサウルスなどがいた。エーニオサウルスは、一年を通して暖かい半乾燥の気候に住んでいた。同じ場所で見つかった、化石の中には、 麻酔性の二枚貝及び副足類が含まれていた。それは、そのエーニオサウルスの死骸が浅い湖環境に置かれたことを示唆する。セントロサウルス赤内のエーニオサウルスの位置づけは、その南古体文化の頭骨の変形性質により問題視される。また、その最も禁煙な種は、セントロサウルスとスティラコサウルス、あるいは、アケローサウルスとパキリノサウルスである。 後者の説は、ジャック・ホーナーらに支援される。エーニオサウルスの形態の変化の連続における位置は、最初期で、寒期と最終期は、アケローサウルスとパキリノサウルスであるとしたのである。フリルもまた、さらに複雑に成長する。どの説が正しいかに関わらず、エーニオサウルスは、セントロサウルス赤の進化に関して、 中間位置を占めると考えられる。ありがとうございます。